アハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村でザムトゲマインデゾットルムを構成する、町村の一つである。ビュンメ川とアウエ川が町内を流れている。アハウゼンは、ザムトゲマインデゾットルムに属す。ゾットルムは、アハウゼンから約 10km の距離にある。軍庁所在地であるローテンブルクへもやはり 10km の距離がある。 フェルデンはアホルンから約2 5トルである。ゾットルムやフェルデンのインターチェンジからアウトバーンを利用すればブレーメン、ハノーファー、ハンブルクといった大都市へ速やかに行くことができる。アハウゼン集落は1226年に初めて文献に登場する。ここにはコダフリダスソセルドスでオーフセンと記述されている。当時この村落にはおよそ26家族が住んでおり、 その大部分が農民であった。それぞれが一定の広さの高地を有し、適切な広さの共有地があった。この頃すでにフェルデン聖堂区に属す、礼拝堂あるいは教会があり、聖職者が駐在していた。この村落は次第に拡大し、オーフセン、アウフセン、アフセンといった名前を経て、現在のアハウセンとなった。しかし、 この村の発展は30年戦争によって断ち切られた。ティリー博の軍勢がこの村を完全に荒廃させたので、ある。ビュンテ地区には、現在も防御壁跡があるが、これは、スウェーデン軍の本陣が置かれた跡である。破壊された教会は、しかし戦争中に再建され、1637年には、失われた古い金に変えて新しいものが設置されている。 1829年11月から1847年11月までア、アハウゼンからホラントゲンガーと呼ばれる手工芸品を持ってオランダへ草刈りなどの出稼ぎに行く者が現れた。1866年までアハウゼンには大官所があり、ウンターシテット、エーハーゼン、ハーバーロー、アハウゼンの集落を管轄した。1866年に金が必要となった。 フロイセン政府はこの大干渉を売却した。1910年から1912年にアウフデム・アーデルとアウフデアビウンテに入植地が形成された。当時のアハウゼンの人口は432人であった。この他に古くからの村落の裏にぼっける入植地が形成された。そのさらに向こう側にはブライテンフェルダーモア入植地があるが、これはアハウゼンの町域の外である。 1921年に伝統が灯り、1925年には街灯が設けられた。ビュンメが和上流域の湿地を工作化するため、1923年から1924年に上部アウハウゼン水門が、1927年に下部アウハウゼン水門が建設された。1933年12月15日の、 プロイセン市町村体制法及び1935年1月30日のドイツ市町村例の影響で1935年4月1日にはナチス指導者原理が市町村レベルにまで徹底させられた。市町村委員会は議決権を持たずただ審議、助言する機能だけを有する市町村参事会に改組された。軍長がその参事を任命した。 市町村議員の選挙は行われなくなり、市長が唯一の決定権者となった。1933年の政令降臨祭の日に、この町は大火の犠牲となった。多くの家屋が消失した。この火事は、ある女性が、その詳細をほぼ完全に予言していたという記録がある。この火事は、二人の商人がつけた火が猛烈な勢いで、燃え広がったものであった。 1974年にエーファーゼンがこの町に合併した。エーファーゼンは1570年の文献に記録が残る集落である。住民の多くはプロテスタントルター派の信者でハノーファー地方教会ローテンブルク教会クライスのアハウゼン教区に属す。この教区はアハウゼン、エーファーゼン、ヘルベーゲ、ウンターシュテットを包含する。ハーバーローの一部もこの教区に属す。 2008年時点の教区信者数は約2400人である。この町の議会は11議席からなる。町長は2011年からクラウス・コックが務めている。赤字。中に青い波みたいがある銀の帯が逆斜めに描かれている。逆斜め帯の上側にはアハウゼン教会の霧妻のファザードが銀で描かれている。斜め帯の下側には 銀の狼の頭部とその下に十字に組み合わされた二本の銀のヒースの枝。この紋章は白い逆斜め体で微運目側を表現している。紋章の上部角は赤字に銀の境界、下部角は銀の狼の頭部とその下にやはり銀色の二本のヒースの枝が赤い背景の上に描かれている。赤と銀のこの紋章の彩色はニーダーザクセンを表している。それに加えて 赤はアハウゼンの荒れ地を象徴し、さらにザムトゲマインデゾットルムの紋章の背景色でもある。青は町内を流れる川の水面を象徴する。三つのシンボルと色の意味は以下の通り。アハウゼンには多くの森があり、その森林面積はローテンブルク群中最大である。アハウゼンの全土地面積は約2475ヘクタールであるが、 そのうち742ヘクタールが森林で、ほぼ30%を占めている。エーファーゼンは、約964ヘクタール中、約184ヘクタールが森林である。こうした森は、理想的なハイキング地となっている。これ以外に、ハイキングの目的地としては、アレチア湿地、旧モルゲンの池を持つアハウザー水車がある。エーファーゼンにある、ボルフスグルンとは、 リューネブルガーハイデの外にあるものとしては、最大のヒースの荒れ地である、自然保護地域である。アハウゼンには、主工業者と小規模な企業があるが、工業地域は存在しない。ありがとうございます。